この EEZ というのは排他的経済水域というふうに言いまして、はい、まあ、要するにその領海とは違ってね、でも日本が管理をする海なんですよね、はい、ですからそこで例えば日本人は日本の船は例えば魚を取ったりだとか、調査をしたりだとか、そういうことは自由にできるんです、でも外国の船はできません、もちろん通行することは何の問題もないんですけれども、まあ、そういう日本が管理管轄する海、ですからそこで何かその問題が起きる、例えばその環境汚染とかね、そういうことがあればそれは日本が責任を負わなければならないわけで、単にいいことばっかりではないんですよ、この EEZ が日本は非常に広大にありまして、EEZ の面積ですと世界第6位、陸地面積だと60位ぐらいの国なんですけれども、EEZ という、まあ、海のね、要するにまあ領域っていうのかな、それだと世界第6位という広大なその海をね、まあ、有してるんですよね。でこのね EEZ というのは前にもちょっと申し上げましたけれども、日本列島は島がいくつあるでしょうか、6800以上ですね、6852ですね、7000に近い、6852の小さい島々がバーッといっぱいね、散らばっているから日本の EEZ 広いんですよね、でね、この EEZ というのはじゃあどんな風になってるのっていうので、ちょっと、画像を一つ出してほしいんですけど、モニター出ますでしょうか、すいません、こちら出ました皆さん、これですね、これね海上保安庁のね、ウェブサイトに見ていただければあるんですけど、この赤いところね、この白い、赤く線が縁取ってあって白いところが全部 EEZ なんですね、でね日本のようにこんなにねやっぱりもうポコッと島国でずっと広大なその EEZ があるっていう国は、まあ日本以外にももちろんインドネシアだとかあるんですけれども、まあ日本は非常にそういう意味では恵まれてるんです、海にね、でこのねちょっと注目してほしいんですけど、このブルーのところ接続水域って書いてあるでしょ、ここが今問題になってるところなんですよ、東シナ海のこの尖閣諸島、東シナ海というか尖閣諸島のところで、この接続水域近辺まで中国の船がずっと来てるってことなんです、でねこれをずっとこのよく見ていただくと何か気がつくと思うんですけど、このね EEZ がないところがあるじゃないですか、もう接続水域からいきなりその、なんていうかな、あんまり EEZ がこう広げられないところあるでしょ、つまり他の国の陸地が近いから、これがね一つはこの与那国から尖閣にかけての地域なんですね、そうですね、それから対馬の近くですね、ずっと対馬でしょ、竹島でしょ、それから一番上はオホーツクなんですね、でまあ択捉島のところありますけれども、このねところって何か気がつきませんか、要するにね、この EEZ がなくて、いきなり接続水域から他国の、あるいは公海に出ちゃうというところ、あるいは他国の、ね、海に非常に近いというところね、ここは全部取られちゃってるんですよ、ほとんど、あるいは取られかけてるんですよ、攻めやすいんですよ、要するに、だからみんなね、やっぱり相手は狙ってくるときにどういうところが取りやすいかというのを全部見てるんですよ、それでね今ねちょっとこの尖閣には非常にまあ注目集まってます、これはこれで大問題だからちゃんと対処しなければいけない、でやっぱり今の現政権も正直ぬるいと思う、もっと私がねちょっと嫌な予感がしてるのはねオホーツクなんですけれども、ここはね、まあもちろんロシアの存在って大きいんですよ、でもねここもね実はね中国韓国の影があるんですね、でね、まあ、まあそうは言ってもねやっぱりロシアという存在が上にあるから、中国韓国もここにね尖閣みたいに船を仕立ててやってきて、いきなりその場合によっちゃ島をね、占領するぞってことはできない可能性がある、なので何をやってるかっていうか日本側がいけないんですけどね、実はこのオホーツク地域には非常に中国人が多いんですね、まあ一種の人口侵略的なものですかね、でねその中にはね今その制度を拡充しようとしている、研修生ありますね、こういう人たちも含めて非常に中国人の人口が増えてるんですよ、まあ外国人そのものも増えてるんですけれども、でここはね漁業とか水産加工業、こういうものをやっているので、まあそういった人手がね必要だという面もあって、ここはそういう地域になってるんですね、ですから、まあ、要するに陸地から攻めてってるんです、つまり船を用意してきて取るってことはちょっと無理だと、
そしてさらにね、これは今日杉田さんがいらっしゃるからぜひね言いたかったんですけどね、うん、このオホーツクにね猿払村っていうところがあるんですね、はい、猿に仏って書くんですけど、ね、はい、ここで、2年ぐらい前だったと思いますけどね、ある行事が行われたんですよ、はい、あの何かって言いますとね、ここにね徴用工の人たちがね、戦時徴用された方たちが、はい、この猿払で、空港を作る、あ、昔ですよ、ですからその空港だったと思いますね、ちょっと記憶曖昧なんですけど、ね、そこでね、その工事をするための、まあ、人足になる人たちが、やっぱり朝鮮半島からかなり多く徴用された、はい、中には亡くなられた方もいるんですね、はい、残念ながらね、やっぱりひどい、非常に寒いところですからね、で特貫工事をやったと、でその亡くなった人もいると、でここでね慰霊祭をやる、はい、慰霊碑を建てると、はい、その、まあ、朝鮮半島から来た徴用工の人たちの、その慰霊碑を建ててね、慰霊祭をやると、で私はね、まあ、当時ね、さっきその一平さんがおっしゃったように、はい、当時はその朝鮮半島の人たちも同胞だったわけだし、はいはいはい、その日本のためにね、まあ、そういう重労働して亡くなられた方がいれば、まあ、それは厚く弔うのはいいでしょうと、ところがね、そういう純粋な気持ちじゃどうもないんだな、あのね、北海道各地でね、やっぱりこういうね、その、まあ、いわゆるその朝鮮人の、徴用工の人たち、はい、それが要するに強制連行されたんだというストーリーとともに、はいはい、だからこの人たちを慰霊しなきゃいけないっていう運動活動をものすごく盛んにやっているお坊さんを中心にした、まあ、特殊なね、はいはいはい、活動家の人たちがいるんですよ、その人たちがこうずっとね、なんていうかな、一つの、ね、拠点にしつつあるのが猿払ですね。あ、そうなんですか。でここにはね、その時に結局、まあ、日本と韓国との間が非常に難しかったんでね、この行事そのものは、確か中止になったんですね、でもその、まあ、その行事をやるで、ま、あの村もね、それをまあ容認してたんだけれども、実際にはやっぱり事実でないことが、かなり語られながらのその行事が行われるっていうことが報道されたら、一気にその反対論が起こって、っていうことなんですけれども、でもこの最果ての地にね、やっぱりそういうようなね、こう火種があるんですよ、北海道ですか。北海道でもかなり本当に土地的にも危ないし、水源地買われてる問題とかもあるし、この中でも精神的な、このこういう慰霊祭とかっていうのは精神的なところからこう来るから、日本人人がいいからね、それはかわいそうだったねって、それをやってあげないとってなりますから ね、そうなんですよ。でね、やっぱりね、事実は事実として、いろいろそこにね、確かに朝鮮半島の人がたくさん来てたことは事実なんですよ、事実なんですけれども、あのどうもね、その遺骨のね、まあ収集みたいなことをボランティアを募ったりいろいろしてやっていて、そこにさらにその補助金が出てるわけ。だけどね、実際にそれがその人たちの遺骨であるかどうかなんてもう分からないんですよ。分からないんだけれども、その朝鮮半島から来た人の遺骨が埋まってるんだって言って、その遺骨の収集なんかをやり、なんかこうだからストーリーを後付けでどうも作ってる嫌いがあるんですよ、はい、そういうことの拠点にね、北海道といえどもこの一番北ですよ、ここがね、まあ、ある一つのステージになっちゃった。これはあの国後島にロシアの軍事基地が作られるかという問題とまた別の大懸念ですね。そうだから、そういう軍事的な動きっていうのはそれなりにやっぱり目立つからニュースにもなるんですね、でこのサルフツの問題もその時は一応ちょっとしたニュースにはなったんだけれども、でもまあほとんどの方が覚えてないんですね。で、あの日本国内のね、さっき杉田さんのあの話でもありましたけれどもね、例えば国連にそうやって働きかけたり、あるいはその強制連行だって言ってこう騒いでね、やる人たちっていうのは大体日本国内にいる活動家なんですね。でこれがあの逆にね、韓国の人たちに火をつけちゃうわけ、ね、言いに行って、ですからその2000年代に入って、韓国側はね、あの再々申し上げているように、もともとは韓国でも、例えばその、2000年代の初めの頃のね、ノムヒョン政権ですら、この徴用工の問題というのはもうさすがにこれは日本側に補償だの謝罪だの求めるのは無理があるだろうと言って諦めてた問題なのに、どん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 それが違う方向に盛り上がってきちゃって今に至ってるじゃない、それでこの前の三菱マテリアルみたいな、あんなことになっちゃう、まあ、あれは中国だけど ね、まあ、ああいうような、ね、ことが起きてくるわけですよ。で韓国の司法は、
今まではそれに関してはもう問えない、日本側にそういう責任を、ね、問うことはできない、うん、あの日韓基本条約請求権協定で終わってると言っていたものを、あのなんか差し戻したりね、はい、あるいは現代の韓国憲法に照らして、うん、日本の朝鮮半島統治は全部違法だみたいなね、うん、ことをめちゃくちゃなことを言い始めたりいろいろしてるわけですよ、うん、でね、そのための燃料っていうのは誰がくべてるのかって言ったらば、はい、大体日本国内の活動家なんです、ね、そうですね、でそのストーリーの一つのステージにこのサルフツっていうところがなってるわけ、うん、でしかもここがだからそのさっき申し上げたように、ないんですよ EEZ が、はい、うん、ないですね、うん、ですからここをね、まあ仮にですよ、そういうふうな形で事実上、はい、実効支配みたいにしてもう人がほとんどね、日本人の人口はどんどん減ってるんですから、そういうようなところに、もうその外国勢力が根を張ってしまった場合、もうほとんどその辺みんな海からだって簡単に来れるでしょ、はい、そうですね、でそのね、韓国人、あの朝鮮半島から来た徴用工の慰霊祭と称したね、行う予定だった行事には、あのまあ韓国関係の団体、はい、それから日本の一部 の, その仏教関係の、ね、宗教団体ですね、プラスやっぱりね華僑会っていうのがちゃんと絡んでるんですね。でその種の日本国内の徴用工問題等々に関しては、日本国内において中国人と韓国人が共闘してるんです。そして、ね、もう一つ言うとね、北海道なんかを中心に行われているこの森林買収、これも日本国内にいる中国勢と韓国勢 が, が結構ね連携してやっています。有馬さん以前から都にご指摘されていらっしゃいますよね、そうなんですよ、まあ、あの ロシア国内でいうと、あのシベリアの方にもね、その人口流入で大分中国から、それがロシア実はすごい、すごい悩みの種なんですよ、もうだから中国人の労働者がもうすごい、ね、数流入してしまって、まあロシア人の国じゃなくなっちゃってるみたいなね、いやだからね、だからそこからずっとつながりますもの。そうですよね、ある意味で核兵器より恐ろしいのは人海戦術かもしれないっていう。そうなんですよ、でもね、だからそこが事実上その人たちの要住みかみたいになっちゃえば、どんどん来れるでしょ、もう既成事実化しますもんね、そう、そうか、もう東西南北まんべんなく EEZ はね、でこの EEZ があるところはまだいいんですよ、ただしそうは言ってもこの広い EEZ を、まあ、日本が管理し警備するには、やっぱり全然足りてないですね。さっきの船の、ね、足りてないです数というのを見ても分かるように、もう中国の方がずっと多い、ただね一つだけ救いがあるのは、ほらさっき の, 何あの、ユネスコに出した資料だって、あんなむちゃくちゃなね、新幹線作ったってすぐ事故っちゃうような人たちだから、まあ40隻船があっても使い物になるのはどのぐらいあるんだろうなっていうのはありますよ。まあ、ね、そこだけはちょっとね、日本だったらほら、6隻あったら6隻全部ちゃんと働けるけれど、中国の場合40隻あってもね、まあそうですね、その辺はねやっぱり新幹線土に埋める国ならですから、だけどそのそうは言ってもさ、やっぱり1万トンの船なんていうものが来たら、日本の小さい船だったら衝突したらもうアウトじゃないですか、というようなこともあるので、やっぱりね、私はその毅然とした対応っていうのは口だけで毅然としたって言ってても無理なものですから、あのちゃんと押しましょうということと、もう一つ日本の国内内政ですね、このね外国人の、まあ、研修制度、まあ、これも、ね、どんどん拡充すると言ってるけれども、そういう不用意な政策はダメです。危機感ないのかなと思いますね。ないですよ、何にもないです。で国会議員たち知らないもん、ね、だって他の国はそれでやられてるところたくさんありますからね。杉田さんだけど国会議員をしてらした時に、本当に物知らない人が多いと思ってなかったですか。いやもうだから皆さん、あのほら官僚の方から教わってやるって感じじゃないですか。自らね、自らあれじゃないもの、この問題に関してこれはちゃんとやってって自分で調べてっていう人はあんまりいないんじゃないかなと思います。ますます移民の問題とかね、軽々に発言はできないんではないかという、そうです、ですからこれは、刃を突きつけられている、はい、日本国内の問題なんですけれども、やっぱりこのね EEZ を管理するために、今後やっぱり海上保安庁の拡充、それから
EEZ もそうですけども、外部からの侵略に関しては基本的にはその軍隊が対処するということも必要になってきますからね、はい、海上自衛隊、はい、そしてその去年一昨年ありましたように小笠原のようなケースですね、あの場合はもう小笠原に例えば司法機関を作って、こっちまで1000キロもね、あの船引っ張ってこなくても打砲したらそこですぐね、処分をできるような体制も含めて、やっぱりそこに予算を割くということを早急にやらないとダメですね、はい。